今回は安曇野市にある御宝殿遊水地へ向かっています。御宝殿遊水地では越冬する琥珀蝶が10月中旬頃から飛来し始め、北方に帰る3月下旬頃まで見ることができます。また北アルプスを背景に琥珀蝶を撮影することができるので、多くのカメラマンが訪れるスポットとなっています。飛来する白鳥の数や期間は毎年違いますが、特に新潟県などの日本海側の越冬地が大雪の年は餌不足となって長野県にたくさん飛来するようです。訪れた日の白鳥の飛来数は128羽となっていました。ここ3年の飛来数の推移グラフがあったので見てみると、1月から増え始め、2月中旬頃が一番白鳥が見られるようですね。入り口から少し歩いた右側には餌が置いてあり、1杯200円で白鳥やカモに餌を与えることができます。池を見渡してみましたが、あれ、カモばかりで琥珀蝶の姿が全く見えません。まだ朝だけど、すでに田んぼで餌を探すために飛び立ってしまったのかな。この池にはいなかったので、看板の案内にある上流の河原に行ってみよう。河原まで何箇所かに白鳥見学コースの看板が立てられているので、道案内に沿って進んでいこう。鳴き声が聞こえます。いました。河原にはおよそ数十羽の琥珀蝶の姿。ここからは可愛い琥珀蝶をご覧ください。琥珀蝶ってどんな鳥なのか説明しますね。琥珀蝶はカモ科の水鳥で、全長約120cm から150cm、翼を広げると約180cm から220cm くらいの大きさになります。北海道や新潟などではより一回り大きな大白鳥も見られます。通常シベリアで夏を過ごしながら、6月頃に産卵して子育てをし、湖沼や地表が凍る9月に親鳥と幼鳥が共に暖かい南の地へ旅立ちます。羽が灰色の白鳥が夏に生まれた子供ですが、生後3ヶ月ほどでおよそ 5000km もの距離を渡ります。生後3ヶ月ほどで 5000km もの距離を渡ってくるなんて驚きですね。しばらく見ていると、朝の餌の時間のようで、白鳥の会のボランティアの方が豪快に餌を撒き始めましたよ。みんなで餌を食べている姿も可愛いです。羽をバタつかせながら鳴いているときは夫婦の鳴き合い合戦、夏の営巣地では縄張り争い、越冬地では挨拶という意味があるようです。
琥珀蝶の幼鳥は羽や頭から首にかけては完全な白色ではなく灰色の部分もあり、くちばしの白色箇所は成鳥になると白い部分がなくなり黄色くなっていきます。御宝殿遊水地で越冬する琥珀蝶の姿はいかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画はフォトクリエイティブがお送りいたしました。